Hello, this is Savor Japan. Today, we'll learn more about Japanese cuisine. 御曹司清康亭料理長西尾岳でございます。Do you know what shabu shabu is? しゃぶしゃぶとは、お肉と野菜を、昆布だしの中に入れ、火を通ったところをポン酢とごまだれ、お好きな方で食べていただく料理になっております。しゃぶしゃぶは、牛肉を薄くスライスして、昆布だしの中にくぐらせて、ある程度油を落としてさっぱり食べていただくような料理になっております。肉をお湯に入れた時にしゃぶしゃぶして食べるということからしゃぶしゃぶという料理名がついたと言われております。肉以外に、ブリですとか、その他鶏ですとか豚とか、いろんな食材を使ってのしゃぶしゃぶという料理も、ございます。 Now, let's learn how to eat しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶの鍋自体は、こういう形状で突起が真ん中にあるような形状をしているんですけれども、それ自体は、まあ、真ん中に穴が開いてますので、そこに昔は炭を入れて、まあ、温めながら、食べられたというものから、現在もこのような形状の鍋を使うようになっております。で、こちらにありますのがアクトリですね。しゃぶしゃぶをやっていますと、アクが出てきます。これ自体は、まあ、肉とか野菜から出る不純物が、表面に浮いてくるような形になっておりますので、それを、すくいながら、雑味をなくして食べていただくような、形になります。あとはあるのは鶏箸ですね。鶏箸自体は、野菜とか、お肉を、まあ、自分の箸を使わずに、こちらの箸で、使って、まあ、取り分けるというような、形になっております。まあ、お湯に肉を入れていただきまして、ちょうどピンク色になるぐらいまでですね。それ以上入れてしまうと肉が固くなってしまいますので、ピンク色にお肉がなりましたら一番食べ頃になっております。お肉の方はですね、ポン酢とごまだれの2種類ございまして、まあ、ポン酢でさっぱり、召し上がっていただくか、ごまだれでちょっと濃厚な味で、召し上がっていただくような形になります。しゃぶしゃぶ鍋は、スープの方は、飲まないような形になって、まあ、具材だけを食べていただくというような料理になっております。ぜひ日本に本場のしゃぶしゃぶを食べに来てください。お待ちしております。How did you like it? Discover real Japanese cuisine. SavorJapan.com